おはようございます。12月30日水曜日、ただいま朝の10時20分です。朝一じゃないですね。ゆっくり、はい、寝ました。で、ちょっと時間をしているので、いつものように急ピッチで、短時間で、やっていってます。今日肩の日です。今日5種目ですね。まあ、いつものパターンですね。もう筋肉少ないんで、サイドレーズやって、今日は10キロから、次持ち替えて、5キロにドロップしています。で、終わればまたリアレース、同じように10キロでやって、ドロップさせて5キロでやって、はい、で、3種目目が、バックプレスですね。これ36キロ、やって、その後、アプロ、これ久しぶりですね、はい、どうしても息が止まっちゃうので苦しいんですけど、なんとか最後チーチング使いながら、15回目標でやっています。で、最後は、また持ち替えて軽めの10キロでアームドロップレスして終わってます。今から3セット目、短い休憩入れながらやっていきます。ということで、サイドレーズからですね。はい、10回最後にやっぱりどうしても勢いを使って上げていきたいと思います。重いんで、そのままこっちですね。5キロ本ちゃんです。はい、失敗しっかりやっていきます。このまま今度また10キロでリアレース10回やっていきます。このまま5キロ持ち替えて15回やっていきます。ショートインターバルということで、このままプレスですね、36キロ目標15回やっていきます。息が苦しいですよね。ちょっと後ろ向きます。休憩入れます。トレーニングのブレイクです。最後じゃない、次アップラトロンです。これどうしてもね、息の時にね、息が止まるんですごい苦しいですというのもあって休憩入れています。ということで、これもなんとか、チーチング最後ね、無理やり使って上げていきたいと思います。
めちゃ苦しいですね。ちょっと20秒入れます。無理すると本当倒れそうですよね。ということで最後10キロでも違ってアーノルドデッポレス終わります。はい、ラスト15レップ。切ることができるのかなと思います。これまだあと30分とかやろうと思ったらかなりね、モチベーション高くないと続かないですよね。ということでやっぱり短時間でやる終わるというメニューが続けるコツかなと思います。ということで、2年連続達成まであと1日です。大晦日のイブですね。はい、ということで明日もしっかりね、やっていこうかなと思います。でね、きっと外国の方がね、きっとたくさん増えてるのかなって想像します。ということでポケトーク、安いやつ、7000円までのやつ購入して今、今日午前中で届きました。またしっかり読んで、喋って翻訳してそういうことで、ね、今度来年からやっていけたらなと思っています。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。大掃除とか年賀状とか今ねダダダと作っていきたいと思います。では明日バイバイ。